筋肉っていうのはそんな年間に5キロも6キロも何キロも30代超えて増やすということはなかなか厳しい。はい、皆さんこんにちは、サラリーマッチョ西です。今日は念願のハイカーボデーということで漫画盛りしております白米。これとですね、今回は黒毛和牛の赤身のお肉と、あと良さげな卵を買ってきたので、これですき焼き丼的な感じでいきたいなと思います。一番食べたい食べ方という感じで、これホットプレートでこっちとこっちでちょっと温度が違うっていう感じっぽいということで、レディーゴー。ああ、そしてちょっと買ってきたんですけど、すき焼きのタレ、もうこれここにぶっかけます。あ、うまそう、うまそう。いや、もういい、行くわ。ということでいただきたいと思います。うまっ。これあれだな、赤身って書いてあるけど、ぼちぼちの脂。卵を使おう。水穂の卵、よくわからへんけど、多分こんな感じ。もうピンポンでしてる。さあ、これを、ああ危ない、ここにイン。はい、うまっ。米、肉、コア、三種の神器ですわ。いやー、ちょっとついた。よし。いやーですね、もうコンテスト出なくなってもう1年以上が経ちまして、なんかちょっと中だるみじゃないけど、こうちょっと近めの目標みたいなものがなかなかないと、モチベーションが湧かないということで、ここ最近はリコンプといって、コンテストは出ないけどそれなりにコンディションをいい状態キープして、いつでも 2,3 週間準備すれば出れるよっていうようなコンディションにキープするという試みを最近しておりまして、なんでこういうね、洋菓子とか脂っこいお肉とかほぼ食べてないんですよ、オフなのに。あ、うわー、いただきます。ワンチャンちょっと焼肉のタレでやってもうまいんじゃないかと思い立ったので、焼肉のタレを持ってきたぜ。悪いわー。いやね、あんまハイカーボでそんなに脂質を取る必要っていうのは本来ないんですけど、かなりローファットでちょっとやりすぎてしまってたっていうのが最近あるので、まあいい油をもうちょっと積極的に取っていかなきゃいけないなっていうのは最近ローファットしながらも思うところなんですよね。例えば私だったらマカダミアナッツオイルとか、あとは間食でナッツ類とかね、アボカドとか、そんな感じで最近油を取ってないというのもあって、油がねめちゃくちゃね美味しいわ。焼肉いただきます。うん、うまい、うまい。肉、米、卵しか食べてないけどね、うまい。食べ物とかもあんまり余分なものが入ってるのと好きじゃないですよね。ハンバーガーとかもなんかいろんな具材で複雑な味を出されるよりは、バンズと
もうパッと飲みみたいな、ロッテリアみたいな感じがすごい好きで、チョコレートとかもなんか中にあまり入ってるってよりは余ってんの今度はもうはいらんっていう感じになるとね、うん、気に入ったものがあったらそればっか食べちゃうっていうことはありがちですね。さあ、待て、いただきます。うん、うまいな。もう残り肉も2枚になってしまった。最後 TKG だな。よし、ここであえてのステーキスパイス、これ結構好きなんですよ。普段の原料食でよく食べてます。なんかね、美味しい、先これな気がするけどな。肉本来のうまみみたいなのがよくより感じられる的な感じ、知らんけど、いただきます。うん、うまい。正直、ちょっと落ち着いたんですけど、耳のお腹が膨れないんだよ。まだ食べたい。まだもう、水出しておくしかない。家にまだご飯あるかな。ほぼさらいできたんですよね。最後は、すき焼きかな。おどのう、すき焼きで、焼いていく。ミントチを、そしてこれをこの中にイン。悪いことするな。この状態でね、いただきますわ。うん。ああ、落ち着いた。ですね。最近思うこととして、まあ若い方は全然大丈夫だと思うんですけど、20代後半になってから、特に30代超えた方に関しては、バルクアップのイメージというか、正しい解釈をしないと結構遠回りになってしまうんじゃないかというのを、すごい最近思うことが多いです。というのも、バルクアップって言った時に、やっぱ体重を増やさなきゃいけないっていうのが念頭にあって、体重を増やす、たくさん食べなきゃってなるんですけれど、体重を増やすと、もちろん自分の脂肪なり筋肉なりがついて体重が重くなるので、それあたりの重りっていうのは相対的に軽くなるんで、重量が確かに上がるようになる。なので、その分筋肉に負荷を与えられるっていう理屈なんですけど、その代わり体脂肪率が増えすぎるとテストステロンの値も下がってしまうし、脂肪がたくさんつくということは関節の可動域も狭くなってしまう、いい意味でも悪い意味でもクッションになってしまうっていうことを考えると、効きの部分とか可動域の部分で逆にマイナスになって、一体どっちがプラスなのという話になってくるわけです。筋肉っていうのはそんな年間に5キロも6キロも7キロも30代超えて増やすということはなかなか厳しい、筋トレ初心者の方は限定ぐらいの感じなので、月に3キロ4キロとか太って増量幅20キロとかってやったとしても、つくのほとんど脂肪なんですよ。で、脂肪を全部その後で減量して落とすってなったら、減量と一緒に筋肉も絶対落ちちゃうので、割に合わないんですよね。ちょっとの筋肉のためにたくさん脂肪つけちゃって、そのたくさんの脂肪を落とすためにそれなりに筋肉を持ってかれてしまうと、トータルで全然プラスにならない。翌年毎年だから同じコンテスト出ててもなんか仕上がり体重がもう変わらないみたいなのは、その1年間を何してたんやっていう話にまあなってくるじゃないですか。なので、やっぱり筋肉あたりに増やす脂肪の量っていうのは、ある程度抑えた方がいいんじゃないかなというところが、今私がすごい思っていて、ビーンバルクっていうのをこだわってできている理由の一番大きいところです。で、よりね、その競技のレベルのことを考えていくと、例えば絞れてる状態でフィートレーニングした方が弱点のずっと向き合えるとか、ごまかしが効かないとか、あとは絞り切った時の増減幅が少ない方が皮膚のたるみっていうのも少なくなるので、まあ、絞り切った時のコンディションとして皮膚感っていうのの、まあ、ドライ感だったりとか、そういったものがまあ出やすいかなというところもあって、まあ、理想としてはできるだけ増やしすぎない 2,3 キロの幅とかで緩やかに増やす減らす緩やかに増やす減らすっていうのを繰り返していくと、一番いいんじゃないかなというふうに思います。特にね、30代超えて男性ホルモンの数値、そこがまあ下がり気味になっていくと考えると、あんまり体脂肪高い状態で、やっていくというよりは、ある程度ね、8% から 12% ぐらいの体脂肪率ぐらいをキープしながら B にバルクアップするっていうのが一番筋肉つくんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっと最近の思うことでした。今、例えば IFBB プロとかで活躍されている選手で、そんな腹筋が消えるまでバルクアップされている選手ってイメージ湧きますかね？そんなに多くはないんじゃないですか。皆さんがみんなそうとは言わないですけど、大体結構年中コンディションそこそこいいみたいな状態をキープされている方が多いんじゃないかなと思います。それはそういうことだと思う。強い人は実践してるんやと私は思う。だから僕ぐらい好きなもの食べさせてよというのは思うところなので、ここはまあ個人の判断なんですが、私は普段節制してたまにこうやってご褒美食べれるのがすごい幸せなので、これをキープして頑張っていきたいと思います。最後一口、
様でした。あー、美味しかった。あー、久しぶりに食べたな。あとなんか食べた時のカロリー計算とかもノーリミッツメンバー向けに、フル食っていうのを最近出してるんですけど、そこもざっくりとしたカロリー計算しかしなくて、実際そんなにカロリーって気にしてない。一食あたりのなんとなくなんですけど、体重が翌日増えたな減ったなとか、ちょっと脂乗ったなって感じる感じないの判断が、その時にお腹いっぱいまで食べたか、腹8分目の抑えたか、要はまだ食べれるけど終わっといたっていう食べ終わり方をすると、実質量は食べててもそんな減ってないっていうことが結構多くてですね。基本的にはね、絶対量どれだけ食べたか、一日の活動量なんですけど、もっと食べても食べれるけどっていう状態って、多分体が枯渇してるとか代謝がいい状態だったりするのかな、こともあって、割と緩めの減量に関してはお腹いっぱい食べなければ OK っていう自分なりの尺度もある。そして今はお腹がまだ減っている。ただちょっとハイカーボデーって言っても、あれくらい食べたら4杯はいったんちゃうか。まあぼちぼちのお米を食べてしまったので、今日はねほどほどにしておきたいと思います。いやー、久しぶりの油美味しかったですと、こんな動画になってしまったんですけれども、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。今後もこれすっごい楽しかったんですよ。もう久しぶりのすき焼き風、焼肉風みたいな感じ、まあ、気にせずね、うん、最高っすね。これをモチベーションにまたあのリーンバルク続けて、またたまに食べてっていうのをやっていければななんて思っております。この動画が面白いなというふうに思いましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take